こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、Amazon オーストラリアに提出する銀行の取引明細。まあ、これがね、えー、準備が結構苦労している人はいますで。ちょっと用意をするときにね、やっぱ共通の認識がないと用意してくる書類がちょっと使いにくかったり、指示がしにくかったりするんで、まず Amazon はなぜ このね、ID のチェックをするようになったかっていうことについて説明します。これね、えー、特に中国なんかだと、えー、銀行口座ってのは適当に架空の名前でいくらでも作れます。まあ、建前上はそうなってないんでしょうけどね、いくらでも作れます。だから、アカウントを100個も200個も持ってる出品者が普通にいたわけですね。まあ、これは別に、えー、驚きでも何でもなくて、日本でもね、2、えー、20, 30年前は、 犬とか猫の名前で通帳作れたぐらいですから、まあ、別に、えーまあ、そういう時期もあると、国によってね、そういう時期もあるっていうだけの話なんですけど、まあ、ただその何百も持ってるアカウントで、悪さをする出品者がいると、まあ、というか悪さをするために何百もアカウントを作るんですけどね、まあ、それを避けるために、えー、ID チェックを厳格化しました。で一つはパスポート、ね、基本的にはまあパスポートですね、あるいは運転免許証。 でもう一個が銀行、あるいはクレジットカードの取引明細なんですけど、まあ、これはなぜ、ね、取引明細か、えー。残高証明だと、えー、今日口座作ってねで、明日残高証明取れるんですね。だから、えー、この Amazon のアカウントを作るために、えー、やっつけで口、えー、座を作った場合は丸見えになると。まあ、ところがね、えー、取引明細の場合は、 えー、新しく作った口座と取引目線がないわけですよね。えー、だからこれはアマゾン用に作った口座だなというのは却下するというのが、ね、本来の狙いでした。まあ、ところがね、アメリカ・アマゾンはなぜか運営が、まあ、甘い判断をしたのか、あるいは日本人だったら甘かったのか、えー、残高証明でも普通に通ってたと。で今回ね、オーストラリア・アマゾン残高証明じゃ通りませんというのは、 まあ本来のアマゾンの意味を、アマゾンがね、なぜこの銀行口座チェック、クレジットカード履歴のチェックをするようになったかを考えれば、ごく当たり前の措置であるということが言えます。だからね、取引明細でも、取引が1件しかないとかね、取引がないとか、過去の取引がほとんどないとかいう書類はね、跳ねられます。現に、他の人は通ってんのにね、跳ねられた方がいらっしゃいます。同じ書類を出して。で、何か違うかなって並べて比べると、 えー、はねられた方は取引履歴は1件しかなかったと。ね、えー。そういう点をクリアする必要があるんで、まず素材ね、えー、取引履歴、まあ、それから、えー、住所というのを載せて証明を出す。まあ、これはね、素材出してもらえばこういう風にしてどこにお願いしましょうって形で、えー、お願いしますんで、えー、チャットワークの方でご相談ください。まあ、ちょっとね、こうやりますっていう風にみんなに向けて公言するとね、 えー、逆に分かりにくくなるようなね、えー、この取引歴だったらこういう出し方をしようという、えー、まあ、細部を考えるというかね、考えて指示してますんで、えー、英語の取引面接は用意できない人、まあ、ほとんどの人は用意できないと思うんですけど、えー、は、個別にね、えー、ご相談ください。で、いろいろ聞きますけど、それはね、その Amazon の糸にあった証明を出すためには、まあ、 え、聞いて何を出すか判断しなきゃいけないんでね。逆にこの説明しとかないとね、なんか、めんどくさいこと聞くばっかでなんでだろうという疑問に思う人もいるかもしれませんので、取引明細は何のために出すかという説明をしておきます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。